何？もちろん。さて、どうしたの？実は。それって。そうか。そこのお前、この男できる。なかなかの殺気だ。俺のことか。何の用だ。それだけの殺気、ただごとではあるまい。確かに強そうだ。俺が万全の状態でも勝つのは難しいか。でしょ？私の目に狂いはないって。ごめんなさいね。あなたの実力を測ってみたかったの。こいつはネットって言ってね、怪我さえしなければ大会に出場。何の用かと尋ねたはずだが。私はセシリー、コロシアムで工業主をしてるの。工業主。コロシアムの試合を管理するものだ。彼女もその一人だが、実力はまだまだ。黙りなさい。余計なことは言わなくていいの。あなた、グスタフに会いたいんでしょ。先ほどの会話を聞いていたか。ええ、でも今本戦の出場者に会うのは難しいわよ。向こうから会いに来るなら別だけど、彼とはそういう関係じゃないでしょ。何が言いたい。私なら会わせられるって言ってるの。あなたが本戦に出場することでね。予選はもう終わっていると聞いたが。それがあるのよ、あなたが出場できる奇策が。なんだそれは。あなたが本戦の出場者よりも強いこと。それを大々的にアピールすればいいのよ。この舞踏大会の期間中は暗黙の了解でね、決闘が認められているの。本戦を逃した腕自慢たちもやる気満々よ。だが本戦出場者には関係ないだろう。わざわざ戦ってやる義理もない。それがそうでもなくてな、血の気が多かったりしがらみがあったり。そういう出場者にアピールして決闘に誘い込むの。俺とお前どっちが強いってね。なるほどな。しかしそんなことをしてお前にどんな得が。私は自分の推薦する選手が本戦に出場すればそれだけで名誉なの。なるほど、理解した。確かにお互いのためになるようだ。契約成立でいいのよね。あなたお名前は？オルベリク・アイゼンバーグだ。オルベリク、まさかホルンブルグの豪剣の騎士？何それ、絶対盛り上がるネタじゃない。いけるわよオルベリク、きっとお互いの目的を果たせるわ。
オルベリク。また一つ強くなる。感謝する。くしょ。ここからが本番だ。ここから行くぞ。さあ、覚悟はいいか。いい勝負。何？まさか。ん？それは。はあ？さて。ん？そうだな。おいおい。おお！おお！おい！おお！なんと！おお！なるほど。いいか。ちょっと！な。
騎士、押して参る。この戦い、負けられぬ。行くぞ。任せろ。覚悟はいいか。横一文字。行くわよ。クジャクの舞。行きます。では行きます。大名よ、驚く来る。覚悟はいいか。行くぞ。負けません。踊ろうかしら。それでは。光、出番ね。覚悟がいい。せーの。負けません。炎よ、燃えろ。少しは成長できたでしょうか。それはな、頼む。ああ
そして続いてオルベリク。おい、そうだ、以上。よく来たな。ああ、うん、そうか。ああ、なるほど。それでは、うん、雷鳴よ、とどろく響け。
踊ろうかしら。行くぞ。行きましょう。癒しの奇跡を与えたな。そいつは黙ってた。さて、獅子の舞。覚悟はいいか。あっ、よっ、頑張ります。やばい、行くわよ。覚悟はいい。孔雀の舞、頑張り。題名よ、驚く響け。何事だ。コックのせん。覚悟がいいね。よっ、それでは。いいだろう。頑張ります。戦いはやはり苦手。いい勝負だ。よし。なるほど、すごいな。さあ、よし、
勝負。この戦い負けられぬ。来い。闇夜で尖り、災いを払え。負けません。将来よ、沸き起これ。行くぞ。覚悟はいいか。出番だ。覚悟がいい。癒しの奇跡を与えたまえ。行きましょう。行くぞ。覚悟。
私の奇跡を与えたな。ここからが本番だ。行きましょう。将来よ、待ちよこれ。行くぞ。そこ。それでは、それでは、覚悟してください。将来よ、待ちよこれ。ついに！そうだ。オルベリクさん、大丈夫なの？ちょっと！おいおい。実はな。そうだ。よく来たな。ああ。うん。うん。始め！負けられぬ。
守りを固める。来い。出番。クジャクの舞。それでは。やっ。任せろ。癒しの奇跡を与えたまえ。ロセン負けた。では行きます。えい。行くわよ。
以下。参った。決まった。うわー、ウーフー、いた。いい勝負だ。その通りだ。そうか。では。わかった。さあ。よく来たな。約束だ。ただ、その前に、少し私の話に付き合ってくれるか。
それは構わんが、なんだ。やはり話しておきたいのだ。エアハルト殿の私が知る限りの事情を。そうか。お前が必要だというのなら聞こう。助かる。さて、どこから話したものか。オルベリク殿、エアハルト殿の出身をご存知か。確かホルンブルグの辺境だと。そうだ、グラナドという町だ。だが戦で滅び、今はもうない。エアハルト殿が騎士になる前だ。故郷グラナドが滅んだその直後、エアハルト殿は傭兵団に入団している。そして密偵としてホルンブルグに潜り込んだのだ。それでは最初から裏切っていたと。エアハルト殿は言っていた。故郷は王によって見捨てられたと。バカな、陛下がそのようなこと。エアハルト殿はそれを確信していた。だから密偵の役を引き受けたのだ。ではエアハルトはホルンブルグを滅ぼすために何年も。エアハルト殿にとっては復讐だったのだ。そして願い通り、ホルンブルグは滅びた。もちろんエアハルト殿の行為を肯定するつもりはない。ただ復讐を果たしたエアハルト殿が何を思ったのか。それは彼にしかわからない。そしてそれを問いただせるのはきっとあなただけだ。お前はなぜそこまでエアハルトを気にかける。彼は剣の師であり友でもある。私のような人間には十分すぎる理由だ。剣でしか身を立てられない、戦いしか知らぬ人間なのでな。そうか、話してくれて感謝する。こちらこそ聞いてくれて礼を言う。エアハルト殿は砂漠の町ウェルスプリングにいる。どうかよろしく頼む。師であり友である男を斬るかもしれない。俺はそういう男だぞ。それでもあなたの出した答えなら彼も納得するはずだ。俺も見極めるとしよう。エアハルトが何を思い陛下を斬ったか、そこに納得のいく答えがあるのか、今はまだ分からない。エアハルト、お前の剣は復讐のためだったのか。ならば復讐を遂げた今、お前の剣の意味は何だ。俺と同じく失っているのか。オルベリク、
と待ちなさい。どうした？大会が終われば契約は。そうね、契約は終わり。でも見送りぐらいしてもいいでしょ。間に合ったか。お別れぐらい言わせてくれよ。そうだな、確かにその通りだ。世話になった二人。そこはお互い様でいいんだけど、今度はどこに行くつもり？砂漠の町ウェルスプリングに向かう。区切りをつける。その後は？その後は、そうだな、世話になった村にでも帰る。そう、帰る場所があるなら仕方ないわね。剣闘士としても十分やっていけそうなの。それは遠慮しておこう。そう言うとは思ったけどね。残念だけど諦めるわ。また気が向いたらここにも寄ってくれ。あんただったら歓迎するよ。ああ、そうさせてもらう。その時までに怪我は治しておけよ。わかってるさ。俺も今から来年を目指して頑張る。そこは来年は俺が優勝するぐらい言ってみせたら。 おい、そいつはさすがに無茶ってもんだぞ。期待している。あんたにそう言われたら本気で頑張らないとな。その時は俺と戦ってくれるかい？もちろん。ではまた。ありがとう。ありがとう。
ありがとさあ、始めようか。覚悟はいた。はっ！さて。はっ！ここからが本番。うん！行くぞ。覚悟はいい。あっ！さて、よっ！よっ！うん！いくぞ。お！さて、使わせてもらう。ここからが本番だ。おっと、覚悟は一千本やり。行くぞ。はっ。覚悟はいいか。そこだ。さあ、始めようか。ここからが本番。よっ！覚悟はいいか。はっ！いい勝負。感謝さ。
ありがとう。うん。感謝する。
ありがとう。